ああ、雪が降ってきたか。通りで寒いわけだ。冷たい路地裏に、くだらない喧騒。世界というやつは、ちっとも変わらないな。なまっていた僕が、研ぎ澄まされていくみたいだ。いや、お疲れ様。君が迎えに来るのにも、慣れてしまったな。すっかり僕も、アイドルというわけだ。君と初めて出会った頃、僕は一人で、居場所を探していた。学校や家以外の非日常を、退屈を紛らわせるために。そうして君に新しい世界に招かれた。今となっては懐かしいね。あの頃から随分と僕も変わったかな。あの頃と違う点を挙げるなら、例えば、迎えに来る人がいると知っていることかもしれないな。さあ、帰ろうか。僕たちの事務所へ。晴れて僕も追われる身というわけだ。もっとも、あんなノロマどもに捕まる気はないけどね。さーて、この誤りに満ちた電脳都市のすべてを見に行くとしようか。かつて僕はこの世界のすべてを知った気でいた。だからあらゆることが無意味に思えていた。その価値観が変わったのは君が連れ出してくれたからだ。この世界はあまりにも巨大だと分かりきっていて、ちっぽけな僕の行いには何の意味もない。そう思えていたのは僕が目を閉じていたからだった。ステージ上での高揚と見え方の変わった世界、その時知ったよ。世界に意味を与えるのは僕自身、僕の意志なんだとね。だから僕と共鳴する痛々しい同胞へ、これからも歌うよ。彼らの退屈な世界をオーバーライドしていくために、それが僕というアイドルの存在証明さ。おう、なんだ、来ていたのか。いや、何、冷たい雑踏の中で少し思い出していたんだ。これまで僕が辿ってきた道をね。そういえば、撮影の仕事がもうすぐあるだろう。最近、あれに向けてサイバーパンク小説を読んでいるんだ。もともと好きなジャンルではあったけど、改めて読むのも面白い。機械と人間の対比を通じて、人間の何たるかを問いかけている。以前よりも少し、作者たちの声が聞こえる気がするよ。僕の意見かい？そうだな。あらゆるオルタナティブな要素を排除した先、結局のところ、最後に残る人間性は、意志だと思うね。すべてが電気信号の見せる
夢かもしれないこの世界で、全てに等しく意味がないかもしれないこの世界で、だからこそ僕はこの胸の衝動が愛おしいんだ。トシ、社会の秩序という名のもとに体は機械に置き換わり、あらゆる思考はネットワークで結ばれて、自己と他人との境界は限りなく曖昧になった。そんな世界にあって僕という子が、この存在、この衝動、この意志が一体どれだけのことができるのか探しに行こうか。